さてのビブスは、おはようございます、2回戦ね、今日は栃木シティのアンダー25と、の試合になります。かつて練習試合でやったこともあるチームってこともあるし、昨日のスカウティングでね、見てもらった通り、まあ細かい部分は昨日言ったところを確認していこうってところで、まあ改めてもう一回今日そこは少し話をするけど、とはいえやっぱりこのイレギュラーなね、2日連続で公式戦をやるっていうこのトーナメントに関しては、お互いに自分たちのベストなサッカーをする、狙い通りのことをするなんてことはほぼほぼ不可能に近いコンディションの問題でってなってくると、やっぱりじゃあ最後は本当に球際のとことか、あとは走り負けないとか、そういう勝負一個一個こだわって抜かずにやれたチームがおそらく勝つんじゃないかなって俺は思ってる。もう本当に、まあ、気持ちともう根性とやるしかない。ここまで来たらね、コンディションどうこうもあるけど、それはもう相手も一緒だし、条件としては2日連続の試合で、控えの選手もいるから、とにかくやれるとこまでやって、あとはちょっと一旦ここでぶっ潰れても2週間空くから、ね、最後のまた試合に向けて調整はいくらでもやれるから、そのところを忘れずに次を考えて、ちょっとこんぐらいでいいかなとかなし、今日はもう本当に今シーズンの集大成を毎試合毎試合更新していかなきゃいけない。いい、それをやっていければまた次に試合が待ってるし、いろんなところはやっぱね、昨日の試合が良かったとかおめでとうとか、いろんなところ喜んでくれて声も上げてくれてっていうのがあるから、やっぱりみんなにはそれができる力があるってことね、あのサッカーを通して。それを別に狙ってやってるわけじゃないけど、必然的にみんなが頑張れば喜んでくれる人がいる、元気をもらってくれる人がいるっていうところはあるから、それをやっぱやりたいよね。せっかくこんだけ応援してくれて今この舞台に立ててるっていう幸せに感じて、で90分で終わってしまうかもしれない、でも勝てば180分目があるかもしれないってところで、やっぱ今日やって昨日のあの終わった時の感じをもう一回味わおうぜ、みんなで。もう一回戦見て分かったろ、力量の差なんかないんだよ、このトーナメント出てるチームに。どこが勝ってもおかしくない、どこまでに大差で圧勝してるわけじゃない。でだったら最後はその気持ちのところが、どっちがあとはどんなに勝ちたいと思ってるかとか、本当にそういうところになってくるよ、それがね、自分たちの頑張りに。いい、もうやるべきことはやってきた、自信持って、あとは昨日みたいにちょっとガチガチにならないでいいから、もっと思いっきり楽しんでオープンにやっていい、でやることはやることで徹底してくれればいいから、みんなが楽しく伸び伸びやれれば多分大丈夫、今日もね。だからそれはみんなで盛り上げて、また11位のキックオフの時に 100% でバッと入れるようにね、持っていきましょう。で勝って帰って、また2週間後の試合がある楽しみを味わいましょう。じゃあ行こう、ハト。きついけどね、勢いでいきましょう。昨日よりくるっとアップしましょう。ドッパー、追加さん行くっしょ、ありがとうっしょ、カモI'm gonna go! Hey, hey, hey!
もしかしたら投げられる。あとはもう気持ちの部分作って、やることやってきたから、まず一つのね、今シーズンの集大成を今日出せるように全員が体張ってハードワークして戦いましょう。もうここまで来たら何も簡単な試合はないし、ね、当たり前だけど相手は強いし、そういう状況だから何があってもまずは動じないこと。試合の中で例えばだけど、もし先に失点したとしてもそれで別に下を向くな。いい、俺たちのチームのちょっとネガティブな傾向としてやっぱ失点をした時にネガティブになりがちなとこあるから下向いてね。最終的に下向くのはもしゲームに負けた時それだけ。それまでの試合の過程の中で良かったり悪かったり点を取ったり取られていてもちろんあるから、サッカーだから。その時にいちいち失点し、その下を向いてプレーのすぐ落ちるとかないように、もうそんなこともあって当たり前のことだと思って割り切ってやろう。 OK、 とにかくもう90分間ポジティブな気持ちを持ち続けて全体で盛り上げてハードワークできれば問題ないよ。 OK、 戦術的なところはもう確認したところ、また頭入れて思い出してやってください。あとはもう最後戦って気持ち見せるしかない。今日倒れても2週間後まで時間ある、大丈夫。 OK、 で昨日の気持ちを味わえるように、勝ってみんなで笑って帰れるようにやりましょう。 OK、 行こう、すごー、週刊はい、行こう、立ち上がりな、よいしょー、昨日のリュートの前で変わらずやろうやろうやろう、昨日と一緒、銃投資する、銃投資する。で、銃終わった後ももちろん下行けるときは行っていいけど、さっき言ったようにね、無理だと思ったら前統一して、やることを統一すれば問題ないから、全体でやろうぜ。入りだ、入り入り、やるぞやるぞやるぞ、行こう行こう、やるしかないよ。泥臭く、今日は本当に勝ちだけで、善を信じて、善のために走り切れ、ドン！やっていこう、よっしゃ、行こう、そうですね、まあ皆さん思っているかもしれませんが、大島選手と三島選手、大島さんはもう常に活躍してるんですけど、三島さんの豪快なシュートが見たいですね。あとまあちょっと北村選手にも、はい、いつも右も左も真ん中も全部やるんで、はい、注目してます。注目選手は菊さんです。中盤で落ち着きをもたらしてくれて、その中でパスを配球してくれる、そういったところを期待してます。もちろんお互い初めて対戦すると思うんですけど、リーグ戦と違って負けたら終わりってことなんで、まあ、とにかく失点をしないで、まあ、どれだけチャンスがあるか分からないですけど、チャンスをものにすればいい結果がついてくるんじゃないかなと思います。はい、注目は、ちょっと2連戦ということで、皆さん体力が心配なんですけども、そこはベテランのゲームメイクっていうところを期待してます。今年も公式戦本当に、まあ、目いっぱいやって3試合か2試合になると思うんで、最後の最後まで公式戦ができるように、応援します。必ずあと2つ勝って、決勝まで行きましょう。頑張れ。
入ったでしょ。これでかい。勝てる気なくね。もうあのモモの方バワー
よっしゃナイスいらっしゃなえぐいえぐいこぼれてくると思わなかったあれマジうち焦ったもんちょっと足も慣れすぎて詰まった持ってたいいじゃんリング大丈夫です。はい、本当にやばいよ。前みんなに助けられた。読んだゴロ読んだ中一枚プラーしてたのもうめちゃめちゃたんで、まあ、でもお前いなかったら全然何点もやられてたから全然 OK 全然 OK 結果良かったよ途中で入んなったよく飛んだしよく走ったよミッシュナイスナイスナイスお疲れですお兄さん最高お兄さん最高ナイス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 足運べなくなって送りづらいしやろうとしたらこれやったらいやーお疲れ様でした。そしてナイス勝利でした。素晴らしい。2日間ね、連続の試合でよく走って、よく戦って、全員でね、つかみ取った勝利だと思います。こういうプレーをできれば、本当に強いよ。俺らはね。で、負ける気は全然しなかったし。で、これはやっぱ、もう1個勝ったら、あと1個、とこまで来たよ、ついにね。あと1試合、90分勝てば、関東に昇格できるっていう位置まで自分たちで掴み取ったわけだからあと1個やろう今日の気持ちを忘れずにまた、ね、1週空いて2週間後ってなるけどその一発目にまたバチッと試合に入れないと今日みたいにねそうでふわっとしてしまったらもったいないしあと1個相手は渋谷だよ渋谷ねそこを叩いてしっかりと上に行きましょう本当に何だと思うナイスゲームでした今日はしっかりとお祝いしてリラックスしてまた来週からに備えてくださいいろんな人に多分今日は感動を届けられたと思うしこの試合見てねまたこういうことを好きになってくれた人もいっぱいいると思うしこれをやっぱまたやれるようにサポートメンバーもベンチメンバーも全員含めてねトレーナーチームもみんなで掴み取った勝利だと思いますこれをまた味わうために2週間頑張ってやりましょう次勝ったら関東も行こうこのまましっかりと支えてくれてた拓郎が出れない準決勝でやっぱ燃えないわけにいかないやっぱ拓郎の分もしっかり戦って勝って決勝行こうぜでもう一回そうしたら決勝で試合ができる拓郎もできるで優勝して気持ちよく関東行こういいねそこの思いも背負ってやっぱな戦ってやってくれてるからこそのイエローだしこれはもうしょうがないことだけどでもこれ気持ち背負ってやろうキツさんミシーが戦ってなんか途中で交代っていう結果で本当に情けなかったんだけどみんなに本当に助けてもらって次につながったので、その中でキツさんが出れないっていうのを監督に言ったけど大変な状況にはなるけど本当にそこの部分も含めてあと一つ本当に長かったこのシーズンきつい試合ばっかだったこのシーズンの中で本当にあと一つ勝てば全てが報われる逆に言えばこれでこけちゃったら全部がチャラになるもう一つだけ全員で踏ん張って全員でもう一個上のカテゴリーに行きましょうじゃあお疲れ様です。ありがとうございました。4番最後先制点取られてもう
ダメだろうなと思ったら最後まで戦った気持ちっていうのが現れて、なんとか勝てた試合なのかなと思います。本当に今まで見てきた中で一番興奮しましたし、一番熱くなった試合でした。はい、いや今日は本当ディフェンスラインがしっかりしてて、相手にチャンス全然作らせてなかったんで安心はしてるんですけど、なかなか点が、相手のキーパーがかなりいいプレーしてたんで、でもそこにちゃんと2点取ってちゃんと勝ち切ったんで、もう素晴らしかったです。何も文句はないですね、勝ったんで、はい、本当に自分たちは挑戦者のつもりでやってたんですけど、本当に関東リーグが近づいてきたので、選手たちはこの挑戦者の気持ちを忘れずに次も全力で戦ってほしいと思います。 YouTube の配信を見てくださった方々、ハイライトを見てくださった方々、現場はもっと熱いです。ぜひ試合見に来てください。いやもう次節ね、勝ったらかなりもう本当昇格に近づいてくるんで、ちょっと次節ね多分厳しい戦いになると思うんですけど、絶対勝ってください。応援してます。